エレンジー・ホワイト・エレングールド・ホワイトは、アメリカ合衆国のセブンス・デー・アドベンチスト教会の創立において指導者として活躍し、予言者と呼ばれていた人物。生涯で見た幻の内容は、文書として残され、セブンス・デー・アドベンチスト教会にとって聖書に次いで、重要な文章と受け止められている。1827年目演習ゴラムで、経験なメソジストの両親のもとに生まれる。 9歳の頃、学校から家に帰った時、クラスメイトからの投石で顔に怪我を受ける。その際に、自分は死ぬのではないかと考え、罪を皆神に告白した。その怪我のため、正規の教育を受けられなかった。1840年、ウィリアム・ミラーの再臨の説教を聞いて信奉したために、3年後、メソジスト教会から、神徒資格を剥奪される。1844年に、 ウィリアム・ミラーの祭人の予言が終わり、運動が混乱していた。その2ヶ月後、ホワイトは初めて幻を見る。1846年に、ジェームス・エース・ホワイトと結婚すると、ミシガン州バトルクリークに移住し、そこに、教会本部を置く。1881年の夫の死後に欧州と豪州を訪問する。生涯に45冊の書物と、4000以上の文章を表した。 1915年7月16日にカリフォルニア州のセントヘレナ市で87歳で死去する。2014年11月17日に米国のスミソニアン博物館が発行する雑誌にエレン・ホワイトは米国の歴史上100人の最も重要人物の一人に選ばれる。生涯のうちにおよそ2000回幻を見た。著書の内容はその他に宗教全般。 社会関係、栄養、農学、生活、健康、伝道など多岐にわたっている。菜色主義生活を衝動した。多くの学校や病院の創設を促し、経営に重要な役割を果たした。禁酒運動に参加して、奴隷制度廃止運動にも貢献した。セブンスデーアドベンチスト教会で、主の使者、常に信頼のおける真理の源元、予言者とされる。 ホワイトの著書には伝統的キリスト教と異なる特徴的な予言がある。ありがとうございます。